昔ながらの醤油ラーメン。創業今77年、うちの多分初代が、まあ、リヤカー引いてそこら辺の浦和駅あたりでなんか屋台みたいにやってて、でここに移ったって感じだと思います。高校卒業してから、専門学校に行って、でちょうど都内の方で修行に行って、ここには10年前ぐらいから。塩ラーメンは、まあ、昔からなくて、まあ、僕がちょっと挑戦してみようかなと。これが中華スープなんですけど、まあ、こだわりとしては鳥取大山っていう銘柄鶏を使ってて、煮付きが良くて、すごいよく出汁が取れるので、もみじと銅柄は鳥取の大山鶏っていうのを使ってます。いろんな柄を使っているうちに、やっぱりこの柄が一番出汁が出るし、うちのスープに合ってるなと。醤油ラーメンもやっぱり昔ながらの醤油ラーメンなので、もっと好まれる方が多いですね。豚骨とかそういうのじゃなくて、一回り回ってなんか中華そばに来たお客さんとか、やっぱりこれだよねとか言っていただける。創業以来継ぎ足しでやってるんで、ルーはやっぱり餃子にビールとか一杯飲んだ後にラーメンっていう方が多いですね。チャーシューはスープで4時間ぐらい煮込んで、自家製のチャーシューだれで1時間半ぐらい煮込んで、柔らかくてしっとりしてて美味しいっていう方が多いですね。はい、thank you.
昔ながらの醤油ラーメン、値段もリーズナブルですね。餃子も安いです。380円でこの味ですからね。はい、餃子ね。